どうも、こん、どうも、おはようございます。こんちゃー。信じてたぞ、エピック。来ちゃった、わら。ボルスさん喋って。わしゃ。オッケー。こんちゃんこんちゃん。トマタムさんいらっしゃい、こんにちは。ワキハシさんいらっしゃい、こんにちは。ネジミさんいらっしゃい、こんにちは。フルルさんいらっしゃい、こんにちは。ボンジンさんいらっしゃい、こんにちは。ネジミさんいらっしゃい、来ちゃった。いやー、昨日宣言しちゃったからね。ありがとうございます。フルルさんはタオ建築復活でスパガ涙目。まあ、スパガさんは建築あんま確かにね、せん感じはあるけど。まあまあまあ。それよりも泣いてたプレイヤーが多かったからね。信じたぞね。まあまあまあ早かったね。思ったより早かったな。アップさんいらっしゃい、こんにちは。アップでなしでターボ建築。吉野部さんいらっしゃい、こんにちは。アップでなしでターボ建築戻ってましたよ。今戻ってましたね。もう触ってみたけど完全に、戻ってましたね。赤サイカツさんいらっしゃい、こんにちは。ポップコーンさんいらっしゃい、こんにちは。なったね。まあまあまあなるでしょう。これはもう治るでしょう。サイルさんいらっしゃい、こんにちは。クランケスさんいらっしゃい、こんにちは。では16名待ったんで、このサーバーこのメンバーでいきましょう。16名このサーバーこのメンバーでいきますね。この調整は普通にいいと思う。ジーナストさんいらっしゃい、こんにちは。ハルキさんいらっしゃい、こんにちは。予想してたってことか。この調整は普通にいいと思うね。こんにちは。そう張り替えはよくない。あれ弱いままなんだから結構ね、いいんじゃないかなと思いますね。張り替えは、なんだっけ、ランダムになったんでしたっけ。 STTV さんいらっしゃい、こんにちは。上戻すの予想してた。まあ、戻るかなとは思いましたけどね。けど、ちょっと思ってたより早かったね。もうちょっと時間かかるかなとも思ってたけど、思ってたより早かったな。ナスさんいらっしゃい、こんにちは。こんちゃんこんちゃん。まあまあまあ、やってみないとわからんね。戻ったよ。まあ、ほぼ戻ったって感じだよね。ほぼ戻っただけで、絶対的に戻ってない、戻ったわけではない。半々なところがありますね。半々にしたおかげで、すごい、いいことが起こりましたよ。かわよるさんいらっしゃい、こんにちは。たこやキングさんいらっしゃい、こんにちは。すえお喜び。そら喜ぶだろうな。あら。正直すぐ戻ると思ってた。あと一人入れますよ。正直すぐ戻ると思ってた。まあ、まあ、俺も戻るとは思ってたけど。米かぶった、わら。3日から1週間ぐらい取るかなと思ってたけど、普通にすぐ戻しましたね。まあ3日か。まあ3日やね。どんな良かったこと。張り替えは、張り替えは、あれ、回線がたとえ弱くても張り替えれる可能性が出てきましたね。かがしさん、かげしさんいらっしゃい、こんにちは。ごめんね。漢字が、漢字がちょっと自信ないな。なんて読んだらいいんだろう。アップルさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます、こんちゃんこんちゃん。まあチャロッと2時間ぐらいやろうかな。縦積みはできるようになってますね。縦積みとかは全然大丈夫。ひろしさんかな。ひろしさん、あ、ひろしさんって言えばいいのか。ありがとう、ひろしさんね。ティップスターさんいらっしゃい、こんにちは。初見作業は次タイムアウトにしますよ。あなたのハートに。トミトミさんいらっしゃい、こんにちは。こんちゃんこんちゃん。エンドゾーンで直接し始めてやから、エンドゾーン直出しで初めて。なんか猫さんいらっしゃい、こんにちは。こんちゃんちゃん。フォートナイト神家。いやー、マジでそれは分かりづらい。いやいやいや、俺が読めてないだけよ。合ってるかな、ひろしさんで合ってるんか。オッケーオッケー。上神、まあけどいい調整は入れた感じはしますね。いい調整は入れた感じはするな。張り替えはね、だから一方方向に張る建築は良くなくて、建築を広げる分には早いから、結構いい環境になったんじゃないかなと思いましたね。
竹の子さんいらっしゃい、こんちゃん。教えてくれませんか。配信頑張ってありがとう。編集感度は 1.4 かな。あ、ミスった。1.4 かな。こんな感じですね、編集感度。昨日1、2時間寝てた、わら。12時間寝てた、やば。本当に引退しようと思った。まあ、それぐらい考えてもおかしくないとは思うけどね。それぐらいやばかったからな。え、仕持ち？まあ、大丈夫よ。建築戻ったし、普通に。普通にやって大丈夫よ。では行きましょう。2ラウンド行きますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。建築ないと勝てない。建築ないと勝てない。まあ、建築タイプの人が多いんだから、ああ、綺麗に囲えるね。ターボ建築直った、よかった。直ったね、よかったよかった。フォートナイトは建築がメインなのにそれやっちゃったらもう。ね、フォートナイト建築がメインなのに、ターボ建築が良くなかったらってね。ただ、その、一方方向にずっと貼る分にはまた変わったから。いや、10のやつですよね。そうそうそう、シーズン1みたいですね。俺あんまり気にしてなかったけど、シーズン1みたいですね。開けれん。開けれなかったらジャンプしてみてね。いや、逆にやりづらくなってきた。俺は一応ここでやっとったからな、あの環境でずっと。この一方方向に張ってるのが、結構簡単に壊せるようになったみたいですね。張り替え結構簡単みたいですよ。このゲーム中期。おお。ターボ建築できなかったらフォートナイト終わった。こんにちは。参加させていただきます。いやー、ダメか。アストラミさんいらっしゃい、こんにちは。参加です。このゲーム中期。ダーフィンさんは信じてやっとったタイプやからな。いやー、俺変身、あれ建築感度変えとったから結構やりづらいな、逆に。早く感覚戻さんと。タオ建築できなかったらフォートナイト終わってた。まあ正直プレイは絶対減ってたからね。競技モードの人口とかなんかすごい減ってたらしいから。まあもちろんね、その実際にね、減ってる数値はエピックは見えてるだろうから、実際に減った人数的にも早く戻さんと。目頭おかしい。ずっと君を追い続ける。やばい。恩人さんやばい。このゲーム大好きね。ガラクタの作業に強いね、やっぱり。MEK さんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、こんちゃんちゃん。さあ、恩人さん、この ID に変わったんや。恩人さん、こんな ID に変わってるんやね。おぉ。張り替えはね、改正に関係なく張り替えれるようになったっていうアップデートだろうから、結構そのテーピングの人にも張り替えの辛さはなくなったかもしれませんね。おんじんさんが、いやー、水を得た魚やなこれ。水を得た魚みたいになってるな。たけのこに参加します。たけのこ次さんです。ぜひスイッチ勢には嬉しい。いやー、本当にね、めちゃめちゃいい感じになったんじゃないかなと思いますね。あとミニガンね、あとミニガンだけちょっと強すぎるかなって感じであるけど。それだけやね。それぐらいでもうほとんど完成するんじゃないかな、綺麗にね。エモリさんゲームいい。アップルさん AME、 アップルさん AME よ。白ダメ、アップルさん倒した。ワンワン。この人うまいね。この人うまいね。いやー、この二人うまいよ。この一対一やってる二人。白ダメ。いやー、白ダメ見えたなー今。うまい。いやー、惜しい。ジジー、勝ったのは凡人さん。ジジー。ジジー。GG。 では2ラウンド目いきましょう。
イランドに行きましょう。さあ、よいしょ。俺さ、モサですか？いやー、俺はモサじゃないと思うけどな。まだまだ下手よ。まだまだ俺は下手よ。感度高くしました。感度高くした？あげたんだ。お姉さんいらっしゃい、こんにちは。このタイミングであげるのも結構勇気いりそうだけどね。俺も上がったけど。何かアップで入ったの？ショットガンエイム？何かアップで入ったの？ターボ建築がほぼ元に戻ったね。ほぼ元に戻った。まあアップデート内容を知らない人もいるだろうから、なんか動画にしようかなと思ってるけどね。解説したやつもうね。俺はむしろ感覚が、もともとやってた感覚がまたずれてしまったから。やっぱ200よ。やっぱ200やな。意味があるな。え？俺はこれだけや。もうとりあえずこれぐらいになっていた。タノクタ、コンチャ。いやー、やりやすいな、タノクタ。リンさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。エイムいいですね。エイムありがとう。めちゃやりやすいなけど。感動。やばい。危ない。普通に負けたと思った今。危な。クリエこもる。いや、俺もクリエこもりたいな。ちょっと建築がばい。戻ったせいで逆に建築が張り替えやすくもなったし。張り替え、そうそうそう、やりやすくなったからね。うま、ありがとう。次のマジで思うない。やりやすくもなりましたね。あー、危ない。チキンズゴッドさんいらっしゃい、こんちゃ。こんちゃ、こんちゃ。オールチャイコフスキーさんいらっしゃい、こんにちは。うま、ありがとう。裂け目は強いね。ガラクタの裂け目は間違いなく強いね。やばい。よいしょ。裂け目いくね。アップデート入るから。エアストの方が絶対いいよね。いい声してる。ありがとう。ありがとうございます。おスクリームやりやすくなったね。ゆたちゃんさんいらっしゃい。こんにちは。おー、取られた。最後まで俺が削ってたのに。ああ。どこに落ちるかわかんないのがマジで辛い。どこに落ちるかわかんないのがね。ターボ建築戻ったの嬉しい。あぶねえ。あぶない。めっちゃ危なかった今。死んでもおかしくなかったな今。ラフさんね。水江さんいらっしゃい、こんにちは。武吉さんいらっしゃい、こんにちは。あと俺のボヨミちゃんも直してほしいな。それだけや。ボヨミちゃん直してほしい。なんで直ってないんや。ミニガン強いのに変わりはないですね。そう、ミニガン強いのに変わりはない。いやー、ダメか。糸粕さんいらっしゃい、こんにちは。
ワンちゃんワンちゃん、久しぶりの直出しだからぎこちない。いやーしゃあないしゃあない。いや意外と耐えるな。マジか。オッケー、ジージー。プレッサーいらっしゃい、こんにちは。こんちゃんちゃん。勝ったのは僕だ。よし、この環境や。あー、ずっと手に持ってるこの環境が戻っていた感じがすごい。ジージー。あー、お姉さんおさんいらっしゃい、こんにちは。では、2ラウンドやったんで、次のサーバー行きましょう。参加したい方はぜひ次のサーバーに参加してください、ジージー。あとよかったら皆さんまだの方いたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい。お姉さんおじいじい、正直運が良かった感じがあるけど、じい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 、ターボ建築戻りましたよ。ターボ建築は戻りましたね。よかったよかった。あ、まあまあまあ、その戻ってない部分がね、むしろいいのかもしれんからね。エミがいい時と悪い時の差がすごい。人族ありですか？人族なしですね。概要欄にちゃんと書いてあるんで見てくださいね。では入りたい方は僕のパーティーに参加してください。どうぞ。マジですよ、縦積みとか今まで通りできましたよ。普通に縦積みできる。普通に縦積みで、まあ今日出たアップデートっていうか今日出た修正だから知らない人もいると思うけど、まあだいぶ変わったね。ようやく頭元に戻った。ブライアン見てきました。頭元にブライアン見てきました。ブライアン面白いよね。このブライアンはちょろっと見たことあるけど面白いね。何時くらいまで、まあ2時か3時くらいで切ろうかなと思います。でまた、夕方からやりますね。では、16名埋まったんで、あら埋まってない、あと1人入りますよ。よかったらあと1人参加できますよ。まあ2時くらいかな、ちょっと短めに切ろうかなと思います。ブライアンを見ると汚れる、わら。ブライアンを見ると気が入る。まあ結構ね、結構なかなか際どい線攻めてるからね。際どいっていうか、どっちかって言ったらアウトな線いってるからね。言ってる内容はね。よっしゃ、では行きましょう。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。このサーバーは16名、ね、このメンバーで行きましょう。初見ですね、いらっしゃい、こんにちは。ゴーダ正俊さんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。よかったらゴーダさん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい。あとタケノコさんとハリュウさんかな、全部 OK 押してくださいね。参加いいですよ、全然参加いいですよ。入れたネコさんは、よかったよかった。ミネットさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、こんにちは、こんにちは。参加してる？ OKOK、 全然いいですよ、参加できますよ。皆さんもこのサーバーは16名最大人数埋まったんで、このサーバーはこのメンバーで 2ラウンドいきます。2ラウンドやったらまた新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。タモタモさんいらっしゃい。カガさん、初見さんいらっしゃい、こんにちは。よかったらカガさんも、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。アプさんいらっしゃい、こんにちは。小田さん、ありがとう、ありがとうございます。まだミニガン強いですね。タイノさん、準備を気を押しといてね。タオ建築戻ったけど同じところに壁が遅いみたいなね。まだ、ん？ミニガンはね、ミニガンまだ強いね。そうそうそう。黒うなぎさんいらっしゃい、こんにちは、こんにちは。池内さんいらっしゃい、こんにちは。夜入る絶世日、サルイさんも夜入る絶世日。まあ建築についてちょっとね、ちょっといろいろ喋る動画を作りたいなとは思ってますね。こんにちは。よっしゃ、入れたい。行きましょう。大友さんいらっしゃい、こんにちは。池内さん入れた、オッケーオッケー。頑張りましょう、この環境。俺はもう一回慣れる必要があるからな、もう一度慣れないと。ターボお帰り。ターボお帰りやね、本当に。まあもう普通に建築はできるね、本当に普通に建築はできるよこれね。こんちゃちゃ、カラスくんさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。いや本当に普通に建築できる。あー、かくついたけど。ホトナお帰りレベル、ホトナお帰りレベル。まあこれもうほとんど一緒よ。張り替えがね、張り替えとかミニガンがまだついだけで、むしろそれはね、メリットもあるから、デメリットだけじゃないからね。
ストームの動きも変わった。少し前にあ本当に強化されたロボット強化された。あ本当にさっきチーター配信者見つけた。チーター配信者いるらしいね。びっくりしたわ。チーター配信者もう配信ごとバンされてもおかしくないやろうに。では2ラウンドいきましょう。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。フレリックめっちゃ来るけどラグくなるから認証したくない。フレリックめっちゃ来るけどラグくなるから、いやー認証せんでもいいと思うよ。ツイッターっての人ぐるぐる、まあまあまあけどこの環境に帰ったら帰ってくれたと思うけどな。なんか面白かったチーターのやつ。いやーまあけどね、チーターって見ててまあ面白い部分もあるけどねやばいよね本当に。サメさんいらっしゃい、こんにちは。400だ、やばーブレスさん。えぐいな、400はなかなかやばいね。俺でも貯めたことはないよ。50ぐらいまでしか貯めたことはないからな。張り替えがやりやすくなったらしい。張り替えがやりやすくなった？そうそうそう、張り替えがね、やりやすくなったよ。打てないから踊る。最初は打てないね。最初は打てないよ。フレンド許可しないにすれば。フレンド許可しないに、それでもいいと思うブレスさん。重たくなるのはマジで合ってるから。俺が実体験やから。フレンド多ければ多い方が重たいからね。いや、建築がなんか。ロボットっていうチートツール使ってました。わら。雑やね、俺。今。俺の建築。ポンチー。ソロしてきます。ソロしてきます。行ってらっしゃい。ナモイさんいらっしゃい。こんにちは。くれてありがとうございます。フレンド送れない。フレンド送れない場合は多分 ID が間違えてるんで、正しい ID 送ってくださいね。最終屋敷の時にストームの頻度を縮小していくだけで勘違いをすることはないらしいです。やばい。誰か1と2どっちか選んでください。1と2どっちか選んでください。1よ。ブレスさんは送れない。今の人にね、2連におった。連続参加してる人はフレンド切りますよ。クーハジムみたいな人。本当に2連やった。ごめん俺覚えてないわ。いたか覚えてない。今のオッケー、ナッサーにやったら連絡。あー、矢につけたか。さっきいた。オッケー、ありがとう。やーばい。いやー、ナイス。お前今のやばいな。今自分から当たりに行ったね。マイさんはチャンピオン行きました。そう、俺も行かないとね。俺あと2000ぐらいまで上がったから。昨日はちょっとねアリーナ配信しとったからちょっと上がったよ。いた。かわいおりさん、ありがとう。ありがとうございます。2連続参加してる人はフレンド切っておきますね。 CR だっけ。確認してみたら。確認するのにね、動画を戻さないといけないんだけど、今通信制限入ってるから動画戻せんのよね。この人ドームがランダム移動消えたの。スト、チート配信よりポルスさんの配信が面白い。ありがとう。ストームがランダム移動消えたの。スト、いる。あ、いる。あ、いるよ、いるよ。この人はいるよ。その人、この人。オッケーオッケー、申し訳ない。オッケー、民族の参加なしですからね。しっかりとルールが、守った上で参加してくださいね。証拠ディーム、ああ、できれば欲しいな。あった方が、得というか、あった方が、まっとうやから、ありがたい。マジで、そんなことまでしてくれるんか。ありがとうね。アンチの移動は、どうなんだろう。アリーナは、あれじゃないのかな。アリーナ外縁に行かないのかな。うまい。これは、ウエスさんうまいな。アリーナって外に行くんじゃなかったっけ。普通の通常マッチはあれ内に入っていくけど。ハンポンさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、ハンポンさんいらっしゃい。さあ残り1-1。ブレスさん8キルしてる。8キルしてる。上か、巻き戻し。あ、オッケーオッケー、ありがとうございます。
スピードアイシンの人超高速回転してたら敵倒してた。やば。あー、それなんか見たことあるな。ツイッターで見たことありますね。なんかぐるぐる回してるのにエイムだけ合ってるっていうね、謎のね、飛び抜けててくさやばいよね。ブレスさんもマジで強いなブレスさんもやばいな。今日の大会頑張ってほしいわ。おー、食影部やばい。あ、危ない危ない。もうエイムすらしひん。ウレスさんもうエイムすらしひんねんけど。夏休みが終わるね。UHK さんもうすぐ終わるんか。もう始まってる人もいるけどね。GG。勝ったのはトリプル C。ウレスさん GG。スニッチさんいらっしゃい。こんにちは。参加です。ぜひ参加できますよ。ガチオコマンさんいらっしゃい。こんにちは。こんにちは。こんちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。勝ったのはブレスさん。ミニガン貫通あるのは、まあ、けど、破壊されてからの建築は、あれは、メリットもありますからね。メリットもある。ミニガンをなくせばすごいいい環境だと思いますよ。あれ張り替えこもったら絶対回線モンスターを絶対に防御できるっていう状態になってるんで今はね。だからそれがなくなったんでいい面もあるから、それは別にね、ミニガンさえどうにかしたらなんとかなると思う俺は今のミニガンは確かにね、正直強すぎるからそこは直してほしいけど、それさえなんとかなればね、いい環境だと思いますよ建築に関しては。同じシートがおるな。アリーナとかする人は早めになれないとですね。アリーナとかする人は早めになれない。そうそうそう。オーバーヒート3秒にしてほしい。オーバーヒート3秒にね。オーバーヒート長くしてもいいし。ご飯行ってらっしゃい。まあ当たらんか、さすがに。いろいろなんかやり方はあるやろうね。フレッシュ送ってありがとうございます。ちょっと待ってね。十一さんいらっしゃい。こんにちは。フレッシュ、フレンドになりたい。全然いいですよ。フレンド、送っていただいて、送った ID 教えてくれたら全然 OK しますよ。フレンドは送ってくださいね。僕の ID はこの動画の概要欄に書いてあるんで、見ていただけたら分かると思います。めっちゃ食らった。 GR ダオさん OKOK。 いやー、嬉しさんか嬉しさんか。13キルやばいな。 GR ダオさん OK、 いただいた、ありがとうございます。 OKOK、 いただきました。スニッチさんいただいた、ありがとうございます。他にフレンド申請送る方は送ったら送った ID 教えてくださいね。やばい。こんちゃ。こんちゃ、こんちゃ。お昼ご飯食べてから。ルカさんいらっしゃい。こんにちは。お昼ご飯食べてから。オッケーオッケー。ぜひぜひまたお時間あったら遊びに来てくださいね。あとよかったら、まだあったら GR ダオさん、まだあったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。いらっしゃい。残り5名。ルキさんは状態はまだ全然大丈夫そうですね。シャークさんいらっしゃい。こんにちは。いやー、今トラッパーあった。びっくり。シャークさんいらっしゃい。こんにちは。翔太、ごめんね。このサーバー今2ラウンド目で、2ラウンド交代でパーティー全体を入れ替える方式でメンバー交代していくんで、今入れてない方は次のパーティーに参加してくださいね。僕から招待送ることがほぼできないんで、皆さんから入っていただくしかないんで、ごめんね。皆さんから僕のパーティーに参加する準備よろしくお願いします。巻き戻してキルログから見つけたんですけど、PS4 からの配信なんで画質が画質がごめんね、画質が悪いか。フレンド送れない場合は多分 ID 間違えてるんで、正しい ID 送ってくださいね。僕の ID はこの画面に映ってる ID ではないですからね。僕の ID 今コメント欄に書きますね。コメント欄に書いた声ですね。大文字の CCC- 大文字の P 小文字の OLS ですねに送ってくださいね。ポイスではなくてポルスですからね。POIS ではなくて LS なんで、 I ではなくて L に送ってくださいね。プレイヤー手の字が長富さんいらっしゃい。こんにちは。
プレイヤー手のひらくるくるですね。まあね、まあ気持ちはわかるよけど、もちろんやっぱタワー建築あるのとないとで、やっぱり建築の出方が全く違うから、やっぱり別芸感はあるっていうのはもう気持ちはわかるけどね。ただまあまあまあ、帰ってくる人は多いでしょ。辞めるって言っても帰ってくる人は多いんじゃないかな。ポイスになってる説、それもあるね。やばい、おじさん、それ食らわんか。大丈夫か。さあ残り3名。いつも使わせてもらってます。どれくらい戻ってくるかわからんけどな。ただまだアップデート知らん人もいるやろからね。いつも使わせて、ありがとうございます。アレクさん、いらっしゃい、こんにちは。使っていただいてありがとう。ありがとうございます。宝箱を間違えて壊したら中身出てきた。あ、それはね、アップデートで入ってたね。そうそうそう、宝箱壊れたらなんかすぐに宝箱からアイテムが出るようになってるから、それいいよね。すごいいいあれだと思いますね。あ、これブギしたのか、びっくりした。突っ込んでったなと思ったけど。トラップに突っ込んでったなと思ったけど、ビビった、ビビった。いやけどすごいいいよね。そう、間違えて壊しちゃう時あるからね。なんか物の上に乗ってる宝箱って、物壊したら宝箱ごと壊れるけど、今回のアップデートでね、勝手に出てくるからすごい楽ですよね。さあ残り4名。円は戻りで、距離は長めですね。結構外まで行きますね。建築物が全然ないとこまで行くな。これでだいぶ決まりそうですね。ブギーボム持ってるのと、あとショットガン2個持ってるの面白いな。ショットガン2個持ってますね。これはいい修正ね。いい修正もありますよ。まあ、ターボ建築に関してはまあまあいいところに落ち着いたんじゃないかなと思います。エピックは張り替えの差をなくすためにしたのかな、それとも初心者のため。今回のアップデートはもう張り替えのために変わりましたね。もともとは初心者のためっていうのもあっただろうけど、今はもうあれのために変わりましたね。張り替えのために変わりましたね。初心者のための建築はなくなったね。これ上っすね。いやー、下から。さあ残りワンワン。白ダメ。いやー、さすが GG。 勝ったのはトリプル C ブレスさん、2連の GG。 いやー、さすがや。6キルか、6キルと9キルで15キルかな。さすがやね、ウレスさん GG。 勝ったのはトリプル C ウレスさん GG。 ナイス。では2ラウンド終わったんで、次のサーバー行きましょう。次のサーバー行きますね。運営は初心者優遇指数、まあね。まあどれくらいの競技人口がいるかは分からんけど、ちょっとね、良くなかったよね。タワー建築に関しては良くなかったと俺も思うな。頑張って練習して勝つから初心者も嬉しいと思う。わ、初心者、いや、長谷さん、ごもっともよ。マジでごもっともよ。ブレスさんもうね、最強やね。人の人が2位やった。ね、ダモおじさん、いらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。全員カスタムやってる。そう、カスタム権限もらってるんやね。では、入りたい方は僕のパーティーに参加してください。ただし2連続の参加なしなので、必ず2連続の参加なしと、カスタマンチキーボイスチャットを切ってから参加することの、この2つはしっかりと守ってくださいね。ではどうぞ参加です。ぜひ2連続の参加なしですからね。初心者優遇して人を集めるのもいいけど、上級者が減るから意味なくね。まあね、上級者があまりにも減ったやろうからね。なんかあるプラットフォームの競技人口、なんかなんて言うんだろう、カスタム開く時の上手い人たちが集まってカスタム開くの人数が、人口がね、5分の1にまで減ったらしいから、さすがにね、やらない人が多かったんじゃないかな。カスタムだとバンされないからやね。ああ、そういうことか。カスタムやとバンされないからか。なるほどな、それはあるね。山田俊ですか、前さんが教えてくれた。俺の名前どっから出てきたんや、それどっから出てきたんやろ、それ。嘘つかれました。パーティーの人怖すぎ。パーティーの人、モンディさん、アップルさん、ウクエサさん、やばいね。確かに。キング TV さん、いらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。あと2人入りますよ。
練習してきたから。さやさん、いらっしゃい、こんにちは。昨日途中で寝た人、いやー寝た方がいい眠たかったら寝た方がいい。練習してきたから自信ある。まあ、タワー建築環境でね、また練習し直さんといかんからな。あと2人入りますよ。何時まで？2時過ぎぐらいまでやりますね。それで一旦終わりますね。でまた夕方からやるんで、よければ参加してくださいね。タピオカレモンさん、いらっしゃい、こんにちは。今来ました、ありがとうございます。こんにちは。修正来たけどまだおかしいところ、修正まだいいけどおかしいところ、ミニガン貫通するところ、いやーまだね、けどいいところもあるんですよ。それは貫通はね、こもりに対してテーピングというか、回線が悪い人はこもりに対して一生張り替えれないし、その絶対にこもられたら 100% こもられたままになるっていう、そういう悪いところがあったんで、それをなんとかね外すことができるっていうのはあるから、ミニガンさえそもそもミニガンの武器自体が強いから、そのミニガンをなんとかすればいいんじゃないかなとは思います。ミニガンはねちょっと 強すぎるかもある。サブマぐらいだったらいいと思うよ。サマシンガンぐらいだったらいいと思うけど、ミニガンちょっと強すぎるよね。それはあると思う。あと一人入りますよ。よかったら参加してくださいね。こもり対策山田ポルノスケジやばい、こもり対策もある。そうやな、やっぱりこもったらどうしても俺戦えんかったから、俺っていうか、まあ回線が弱い人はね戦えんかったから、いいアップデートかもしれんね。今日こそはカスタム行きたい。いやぜひケムさんやる予定なんで、よかったらやりましょう。ウォンテッドさん、いらっしゃい、こんにちは。参加です。ぜひ参加できますよ。入ります。参加できますよ。シャークさんも入ります。ぜひショルダーマージ、片間さんやね、片間さん。ショルダーマージの本名は片間さんやからね片間さん、意味が持ってる人と会わなければいい。いやそれは運ゲーすぎる終盤とか多分ミニが持ってる人だらけやからな、多分5割ぐらい持ってるんじゃないかな今の環境。そうですか。俺はどちらかといえばディオやりたいかなって感じですね。ディオカスタムやりたいなって思ってますね。ソロディオ、まあローテーションにするつもりはないけど、ソロとスクワットこの前やってたんで、あとディオかなと思います。マージさんとリアとも多分送った。 OKOK、 多分送った、ありがとうございます。ササリョウさん OKOK、 ハークさん VC 切って、マージさんリアともじゃないよ。シャークさんボイシャット切ってね、なんかついてるみたいなんで、ボイシャット切ってから参加してくださいね。サッサーリョウさん、オッケー、いただいた。モンテッドさんいただきました。ありがとうございます。他にフレンド依頼送った方いたら、送った ID 教えてね。はい、送ったら送った ID 教えてくださいね。ディオが最高。いやー、ディオやろうと思います。相方学校始まり、あとよかったら、モンテッドさんまだだったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今、クリエイティブの最大人数16名待ってるんで、このサーバー2ラウンド行きます。2ラウンドやった後は新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。このサーバーは16名、このメンバーで行きますね。相方学校始まっていません。あら野良でもいいよ、野良でも全然、野良でもいいですよ。俺は大抵野良で行くけど、まあ組むかもしれないけど、野良でもやりますよ。まあ組んでもいいな、マジさんが時間空いてるんやったら俺組んでもいいな。では行きましょう。2ラウンド行きますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。2連続じゃない気がす。よっしゃ、では行きましょう。今日カフェイン 100mg しか飲んでない。カフェイン 100mg しか飲んでない気がする。ハーツさん、シャークさんまだついてる。ミニガン持っとる人勝てない。ミニガン持ってる人勝てない。2連続じゃない気がする。2連はね入らないでね、連続の参加はなしでよろしくお願いします。凡人様がいるだと。よいしょ、終わった。凡人さんいるよ。よいしょ、ミニガン持ってる人にはねなかなか厳しいかもしれない。だからもうミニガンはあとね修正を待てばなんとかなりますよ。ミニガンはもうとにかく横にずれることやね。一定方向に貼ったらダメやから、横にずれる、こう2面で貼ったらターボ検知が働くんで、2面で貼ることやね。それだけ気にしながらプレイしときゃなんとかなりますよ。これとこれ、よし完璧。カウンター狙えば強い。カウンター狙えば、そうショットガンのねカウンターとかちゃんと狙えれば強いかもしれん。その可能性もあるからね。まあいい環境にはなると思いますよ、この環境は。
そう、張り替え勝負でどうしても勝てない人がいるっていうのをなくしたいっていうのもあるだろうから。痛い痛い痛い、めっちゃ食らった。コントローラー壊れた。わら、コントローラー壊れた。いや、俺も壊れてるんよね。俺も早くコントローラー買いたい。タケノコくん強い。ボン13もうまいから勝てない。お見合いしてたな今お見合いしてたな。対面もミニポン飲んでたな。再起動します。再起、オッケーオッケー。おお、下に行った。危ない。カーゴ検知しないとき真面目になれたから、今回まだいいアプデだった。ゴンザレス、タケノコ様は超強い絵文字。あー、逃げられた。ゴンザレス、タケノコ様超強い。上手い人いっぱいおるからね。ゴンジンさんも強いから勝てない。勝てないみんな上手い人いっぱいおるからね。いや、みんなもね、その上手さに揉まれながら上手くなっていったらいいんだよ。タケノコ信者はならない方がいいですよ。タケノコ信者やばい、酷なこと言ってる。下手な人がいない。金と一緒要求されます。キノコを。よっしゃ、マージさんが変なことを言ってきます。マイさんが変なこと言ってくれる。あら、いやー、うまいなこの人。さんの参加型強い人しかいない。チャット見せて。下か、びっくりした、いなかった。私はタケノコ信者だぞ。タケノコ信者立ち上げ、フォートナイトしてたから眠いのは気のせいかな。凡人さんか、アップル雑魚とか言われました。心が痛いです。あ、アップル雑魚とか言われた。次はいります。ぜひ入ります、ぜひ。めちゃついてくる、わら。いや、負けたわ。140入ったのに。AR が、AR 下手すぎた、今。AR 下手すぎたな。GG 勝ったのは、恩人さん、GG。やってしまった。間違えてないけど、あら。ナイス。HA さんいらっしゃい、こんにちは。タオ建築復活してるよ。復活してますね。いやー、負けたわ。GG。アップルさんは強いよ。アップルさんは強いよ。GG。よっしゃ、では2ラウンド目いきましょう。初見です。2ラウンド目いきますね。初見さんいらっしゃい、こんばんは。フレンド申請、オッケーオッケー。相川さんいらっしゃい、こんちゃんちゃん。よかったら相川さん、まだあったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。クルトさん無所属ですよ、今。そう、もともと ER さんに入っとったけど、今多分無所属やね。 CC に入れたらエグそう。トリプル C に入れたら来てくれるかな。次は入りたいです。送りました。次入りたいです、ぜひ。送ったら ID 教えてね。来ました。どうも。危な、
送ったら ID 教えてくださいね。なんかアロンサイナスシャイ、こんにちは。こんにちは、パッド練習。あ、今多分もうキーマ戻すよ、多分。が一番怖い説。キーマ戻すよ。ヤーさんが強いのは事実なので思います。クルトさん、って誰ですか？ご飯食べてきます。クルトさん、うちにお配信に来てくれるモサ。モサ。ガチモサ。アイコン変えたよ。アイコン変えた？呼吸困難さいなっしゃい、こんちゃん。アイコン変わってる、確かに。ID も変わってない？そんな ID やっけ？嬉しいけどね。嬉しいけども。ソロビクロナイス？クルトさん、ハガチエグイ、わら。持参加しますか？空気用。待って、ヘッド30ってどないなってんねん。クルクルさんなら知ってる、わら。だマイナス5建築戻ってきて嬉しい。青建築持っていたね。おお。バレた。次参加します。次参加です。呼吸困難発作。バレた。いや、バレるよ、それは。さすがに。バレるよ。申請を送りました。フレンド申請送ったら送った ID 教えてくださいね。ポルスさん、いやーダメか、ダメやったな。サブアカレモンさん、いらっしゃい、こんにちは。こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。いやーやられたな。僕エイムってしたパッドだった。パッドだったね。パッドでしたね。パッドでアジア1位かもね、あの人。いや、アイムがいい人はやっぱあの環境強かったんかもしれんね。フレンド送った方はフレンド送った ID 教えてね。この中にあると思うんで、ID を教えてくださいね。リカなんかフォローしてた。フォローしてた？ナタイゴーさん、いらっしゃい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。今来た方まだのフレンド申請送ったら送った ID 教えてくださいね。相川かみさん、フレンド申請送ったら送った ID を教えてくださいね。凡人さんもなかなか暴れてんな。バットは編集と決定別にした方がいい。早くはなる。そっちの方が早くはなるよ。おお。飯食いながら、あ、全然お時間あればぜひね、遊びに来てくださいね。ラゾクさんは、まあ、ラゾクさんうまいけどね、もちろん。凡人さん強すぎるね。めっちゃ強いね。ナイス。いやー、惜しい。ID はウダです。ID は、大田さん、オッケーオッケー。ユーマさん、オッケーオッケー。ただ、今のところないですね。今のところないので、しっかりと正しい ID を、私の正しいエピックフレンドの ID に送ってくださいね。概要欄に書いてあるんで、僕の ID コメント欄にも書きますね。大文字の CCC- 大文字の P 小文字の OLS ですね、に送ってくださいね。ポイスではなくてポルスなんで、POLS ですね。POIS ではなくて LS に送ってくださいね。さあ、残り3名。凡人さん、これ。いやー、攻めるな。攻めるね、やっぱり。ショックウェーブあるからな。ナイス！うまい！うまい。いやー、うまい。やばいな、おんねんさん。送ってください。送りませんよ。送って、僕の方に送ってもらって、で送った ID を教えていただいた方のみフレンドは OK 出してるんで、残り1-1。
これはもうヘビツナで抜いてジージー、今のは上に屋根つけんと厳しかったか。勝ったのは恩人さん、ジージー、さすがや。マジうまい。大文字の I と小文字の A でバーコードできるな。ジージー、勝ったのは恩人さん。ウォルスさんからフレンド申請を送ることはないです。では、2ラウンド終わったんで次のサーバー行きましょう。次のサーバー行きますね。参加したい方はぜひ次のサーバーに参加してください。送ると自分にも送ってっていう人が出ちゃうんですよ。送ると自分、そうそうそう、そういうことよね。本当に。ウェアについてね、せやね、床についてだね。チャンネル登録ありがとうございます。小田さんありがとう。フレンド申請はね、皆さんも送っていただいて、送った ID 教えてくださいね。ひらがなで長いやつ、最初の頭文字3文字ぐらいは書いてくださいね。では言いましょう。入りたい方は僕のパーティーに参加してください。さっきのサーバーにいた方は一回休みでよろしくお願いします。今から入れる方は一回休んだ方か、一回も参加してない方のみの参加で、連続の参加はなしでよろしくお願いします。では入りたい方は僕のパーティーに参加してください。どうぞ。あとカスタマッチ聞いて覚えちゃったもんね。花道が最初です。言ってから、参加してくださいね。花道さん、オッケーオッケー。花道さんね。花道、オッケーオッケー。いたいた。わかんないですよ。オッケーオッケー。こんにちは。相川さんいただいた。花西さんね。オッケーオッケー。いただきました。ありがとうございます。もやしさんいらっしゃい。こんにちは。来てくれてありがとうございます。こんちゃこんちゃ。いらっしゃい。よかったら皆さん、まだの方いたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい。シャドウさんいらっしゃい。こんにちは。こんちゃこんちゃ。来てくれてありがとうございます。もやしさん、こんちゃ。さあ、あと1人。埋まった。では16名埋まったんで、このサーバー16名、このメンバーで行きましょう。2ラウンドやったらまた新しいサーバーに切り替えるんで、入りたい方はぜひ次のサーバー参加してください。カフェインはあと 100mg 取っていきます。 100mg ってどんぐらいなのね。結構多いんじゃないのそれ。めちゃめちゃ多そうやけどな。カフェイン書いてないかな。モンスターに書いてないな。ミリリットルしか。このさモンスター、いやモンスター多いのはね間違いない。ターゴ建築なんて、どんなクソゲーでも名前はちゃんと。フルーさんの言う通りやね。ターゴ建築なんていりましぇんって名前です。オッケーオッケー。ターゴ建築なんていりましぇんって、今んとこまだ来てないな。アロンさんまだ来てないかな。アロンさんフレンドなってなかったっけ。フレンド送ったら送った ID 教えてね。あとカスタマチキ先に抜いてから参加してくださいね。感度いじるのやめたけど、ボンジンさん今の普通に激痛プレイやったけどな。ガチでいく。いやぜひガチってほしい。タケノコのガチとは。よっしゃ、では行きましょう。皆さん参加の際には CC ポルズにお願いします。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加しなさい。フレンドの、あれですよね、アロンさん確かフレンドやったよね。オッケーオッケー。さっきの試合感度もターボ建築ね。いらないっていうのはやっぱアロンさんエイムモーサーなやな。エイムモーサーはまあなんとかね頑張れてたけど、まあ、ターボ建築に帰ってきたのはやっぱり良かったとは思うよ。良かったとは思う。さっきの試合感度、あ、戻しちゃうんだ。いやー、おんじさんのあのプリンがやっぱ、あー、おんじさんが勝っていたって感じしたけどね。勝っていたみたいな感じだった。レッドブル 330ml 分カフェインが、あ、本当にレッドブルの方が確かモンスターよりも多いよね、カフェインの量自体は。確かね。確か、あれどうだっけ、レッドブルの方が少ないんだっけ、忘れたな。モンスタープラスレッドブルイコールダークマット。いやー、死んでまうで。横尾さんいらっしゃい、こんにちは。横尾健人さんいらっしゃい、こんにちは。レオキノさん、レオキノ、オッケーオッケー、ありますね。横尾さんはいただいた、ありがとうございます。オッケーオッケー、いただきました。今ったら飲んできた。ターボが今ったら横尾さん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。カスタマッチは7時から、まあ7時かどうかちょっと分かんないけど、カスタマッチやりますよ。リオやりますね。野良でもいいし、フレンドさんと来てくれてもいいし、カスタマッチのデュオをやろうと思うんで、よかったら参加してくださいね。200取りたい。中澤さん、いらっしゃい、こんにちは。ターボがあってこその建築、それ間違いないよね。まあ、少なくとも、そのターボ建築で 0.05 秒にしてしまったんだったらもう無理だよね。そっから戻すのは無理だよ。携帯で 3G と 4G で、わざわざ 3G 使う人いないのと一緒よね。早くしてしまったら、もう回線速度早くしてしまったら、そのままもう戻れんからな。それしゃあないよね。では、行きましょう。2ラウンド行きますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。まあ、あのままね、あのまま 0.15 秒の世界が続いてたらどういう建築がね、なってたのかまたわからんけど。ソロクラッシュカップ昨日の、あ、俺は楽しかったね。4G? 未来や。
未来を生きてる、おじいかん。おじさんだから、ノリで強いのが海鮮最強やで、おじさん。アメリカサーバーとか行けるからね。5G やったら。アメリカサーバー行けるからな。おじさんガチでメトロと戦ってや。メトロとかモングラルとかと戦いますよ。初出場。ボニア使ってみたいよね。ボニア使ってみたいね。奇妙なことがあったんですよ。奇妙なことが。リップクリームとハンドクリームどっちが美味しいか確かめたらお腹壊したんですよ。リップクリームとハンドクリームの今。なんか韓国人みたいなことしてるね。韓国の人なんか ASMR でなんかやってるよね。そしたら自宅で WC できる。そう自宅でワールドカップできるよね。秘密情報漏らしてしまった。やばい、命を狙われる。秘密情報漏らしてしまった。それはやばいな。鬼がって新型のゴキブリ。新型ゴキブリはやばいな。WC は思んないかな。自宅でワールドカップは正直ね、そう味気はないかもしれんね。主さんにいじめられた。主さんにいじめ、GG よ。ごめんね、激論にしたから。むしろ宗さんがポリスクリーン使ってました。宗さんが俺のスクリーン使ってたの。宗さん自分のスクリーンまた新しいの作ってたのに。本当に俺もなんか スクリーン作らんとな。いやーマジで俺も楽しいこの環境。上の子見たら、あ、やばい、うますぎ。うますぎる、アロンさん、今のは。上の子で見たら、なっちゃん、カフェイン中毒？なっちゃん？カフェイン中毒？あ、なっさんか。中毒ない。まあ、取り過ぎは良くないけど、一定の量だったら結構いいですよ。俺も結構モンスター今買ってて飲んでるんですけど、毎日1本から2本ぐらい飲んでるけど、まあ、それぐらいだったらね、全然いい。その、2本って言われました、書いてましたね。あれには。ネットやから信用していいか分からんけど、みんな強すぎられた。いやー、いいサーバーよ。みんな強い。250まで OK。へぇ、1日250なんですね。だからモンスター、2本でやっぱギリよね。俺でも2週間だったのに。2週間あ、カフェイン中毒？いやけど、やっぱ体質もあるからね、カフェインって。聞く人と聞かない人おるからな。みんな状態、同じ状態戦えるポルスクリームが好きです。いやー、ありがとう。みんな同じ状態でね、そう。その、なんて言うんだろう。海外の方はさ、あれ、バウンドするやつあるじゃん。なんか、なんだっけ、あれ、バウンドするやつね。なんて言うんだろう。その、押すやつ、ピンみたいなやつ。なんか、ボールを跳ねるために使ってるあのバウンドするやつ。連続禁止だけあれですよ。このサーバーもう1ラウンドいきます。1サーバー、サーバーの参加が連続禁止なだけで、ラウンドは2回やるんで、試合は2回やりますよ。それは別に2回やってもいい。ただそれ、サーバーへの参加は2連続禁止ですね。で、そのピンボール、ボールを跳ねるあの機能を横にして、なんか一気にね、アイテムを取らせる、瞬間移動させるやつ使ってる島あるじゃん。あれが結構有名だろうけど、あの島は多分回線弱者バグるんよね。回線弱者なんかピンが跳ねないって書いて言われとったから、あの機能を発明したのはすごい面白いなと思ったけど、やっぱりデメリットもあるからな。俺もあれしたいんですけどね、正直。あの機能を使いたいと思って作ったマップもあるんだけど、ボツになりましたね。説じゃなくて事実だった。カフェイン薬より依存度高い説。まあ依存度高そうよね。カフェイン自体は依存度は高いんじゃないかな。これ誰の、これは僕のエンドゾーンですよ。僕のエンドゾーンで、よければ誰でも、島公開してるんで、よければ誰でも使えるんで遊んでくださいね。せっせひ。それは薬ギフトはごめんね、誰にも俺渡したことないんで申し訳ない。ギフトはしませんね。ほじきはやめてくださいね。正直言ってもないですよ。言っちゃなんだけど、言ってもないですよ。くれくれ帰れ、入りたいです。せっせひ参加です。ぜひこっちパッツさん、ぜひお時間あれば奥のスクリーム触れていただけたらありがたい。結構シンプルなんですけどね。まあシンプルだからこそやりやすいところもあると思います。ただちょっとね、今みたいな感じでストーンがあんまりね、うまく機能してないんで、ちょっとうまくいかないかもしれんけど申し訳ない。会いたいです。ぜひたけしぼくさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。参加できますよ。ぜひ参加の方法はこの動画の説明欄に書いてあるんで、見ていただけたら参加できますよ。残り4名。フォートナイト落ちたんですけど、泣いた。まあ、落ちたらないよ、それは。
どうする？ナイス。さあ残り3名。ロボットにチーミングこれはそこにいるんかな。ダメージ判定出てないけど、あ、いるんですね。3人ってことはあと1人いるはずなんだけどな。あ、ダメージ見えてる。タオ治りましたね。ハルキさんいらっしゃい、こんちゃ。ロボットにチーミングされた猿ロボットはな、まだちょっと無水をかましてるからな。そう、2人乗り、ソロで2人乗りできるのがちょっと良くないよね。ジョイさんいらっしゃい。ストームって運ゲーになったんですか？ストームはね、通常マッチは運ゲーになったかな。運っていうか、まあ、その、リッチゲーになりましたね。通常マッチはね、ただアリーナは多分外縁に運ばれていくんで、アリーナは移動縁だと思いますよ。もう多分連打、本当に？タケシさんです、ぜひ。参加できますよ。大人のモチベ持ってきた？いやー、いいことよ。ジジー、勝ったのは？勝ったのは、QZTY さん。ジジー、ナイス。竹野さんなんで入ったなんであの魔の扉に入ったんや。GG。では、2ラウンド行きましょう。2ラウンド目行きますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。ドラムガンとストームフリップとスカウト消えたね。そう、ストームフリップとストームスカウト消えたのは通常マッチのせいだとは思う。多分ね。エンドさんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、こんちゃんちゃん。最後笑った。やっぱり相手のボックスに入るの危険ですよね。相手のボックスに入るのなかなか危険やね。今やっぱまだトラップ強いからね。入れてください。招待送りませんからね。皆さんから僕のパーティーに参加してくださいね。ちょっと待ってね。もう1ラウンドあるんで。2ラウンドいきます。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバーに自分から僕のパーティーに参加してくださいね。ただちょっと待ってね。今、ロードが入ってる。多分抜けた人がおるやろうから、ロード入ってますね。今、1ラウンド目よね。合ってるよね。多分こんだけ人残っとったら、多分1ラウンド目よね。俺も癖で、とつっちゃうから直さないと。癖でとつっちゃうから直さないと。まあ、けど、凡人さん、あるよね。張り返した後、階段まで入れて、階段編集で打っていくスタイルができるから、それが一番今は結構シンプルについて思うからな。あ、アーサーいらっしゃい、こんにちは。こちゃんちゃん、ニコ、いらっしゃい。こんちゃんこんちゃん、来てくれてありがとうございます。では行きましょう、2ラウンド目。2ラウンド目終わったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してくださいね。ドラムガンが単純に弱い、有効性がないから。そう、ドラムガンはね、正直ストームの強化だと思われる。正直ね、ドラムガンは正直あんまり強くないからね。中澤さん、謎込めやめてくださいね。命と引き換えのトラップに照らされる汗。命のと引き換えとトラップで、まあね、タオ建築戻りましたよ。神津さん戻った。もう普通の。タオ建築。なんか建築物残ってないこれ。こんな建築物なかったよね。建築物残ってるな。しかも全部編集できる。俺、編集権持ってる。やば。マジっすか。マジ。いやー、ようやく。戻りましたよ。超嬉しいね。嬉しい人いっぱいいるよ。すいません。みやさんいらっしゃい、こんちゃ。リクエットありがとうございます。いらっしゃい。感染になった最初から。よく考えると、ドラムガン復活した時なんで喜んでたんだろう。エイム良すぎ。あー、落ちた。神打つさんとなっちゃんのアイコンに出てきた。やばい。危ない。最初から感染になった？最初から感染になるときにたまにあるんよね。ごめんね。トミトミさん申し訳ない。たまにあるんよね。建築少し治りましたね。建築治ったよ。もうほとんど一緒よ。フルガイさんいらっしゃい、こんにちは。おいやー。固まるね。こればっかりは仕方ない。これはまあ治らんからしゃあないね。カスタム夜やりますよ。さあ、残り7名。あ、ちなみにこれカスタムじゃないですよ。これ、あれですよ。クリエイティブだからね。やられた。フルさん、海外式カモに使ってる。コアラといるよ。コアラさんといる？エッセイ、参加はできますよ、誰でも。2ラウンド目終わったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してくださいね。このサーバーはこのメンバーで今やってます。で、このラウンドが終わったら新しいサーバーに切り替えるんで、決まったら参加してくださいね。さあ、残り6名で、叫め。
キャラクターの先には反応しておればまだいいんやけどね。シャインマスカットさん、いらっしゃい。こんにちは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。参加です。ぜひ参加できますよ。シャインマスカットさんも参加できますよ。よかったらマスカットさん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい。はい、6とかいう会話、俺知らんなそれ。こんにちは。もし、さあ、サバーガーさん、いらっしゃい。こんにちは。来てくれてありがとうございます。さあ、残り6名のまま。戻りかな。よかったらね、皆さんも、まだの方いたら、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。ガラスタ酒も大人かったら強いね。まあ、もうちょっとね、もうちょっと落ちる場所、はっきりとしたらいいのにね。参加の方法はこの動画の概要欄に書いてますよ。概要欄に書いてあるんで見てくださいね。この動画のチャンネルの概要欄じゃなくて、あれね、動画の説明欄に書いてあるんで見てくださいね。参加は誰でもできますよ。機種年齢実力問わず誰でも参加できます。ただルールだけはしっかりとね守ってね。ウレスさん、お帰りなさい。ピザいいな。いいじゃんいいじゃん。登録したありがとう。登録ありがとうございます。マスカットさん、ありがとう。はい、6。SN コニックさん、いらっしゃい。こんちゃ。大人かったらもはやチートね。牛丼おいしい。いやー、俺まだお昼ご飯食べてないからやめて、そんなこと。そんなこと言うのやめてください。残り4名。ピザマジ食いて。いやー、食べたいね。醤油ラーメン。いや、醤油ラーメンでもいいじゃん。やばい。やばい、落とされる、これ。ナイスガード。やばい。いやナイス。タケノクさんが落として残り1-1。ただこれはいけるか。醤油ラーメンよりいけるか。一応食べたくなった。肉かピザ肉かピザか。さあどうした。ソロスクに回したら、ソロスクに回したら人数の減りが恐ろしくやった。ラーメン苦手。昨日までのね、ソロあれスクワットの人数の減り全然ちゃうからね。キルログのネーミングセンス。いやーめっちゃ面白いよね。ガラクタの裂け目のキルログめっちゃ面白いからな。チーズおいちピザ食べてるからか。さあどうする。おお、一緒の高さ。 PC 立ているんですか。 PC いますよ。 PC の方もいますよ。逆に言うとスイッチでもゲーム機でもいますよ。2人ともいますよ。いろんな方いますよ。ジジイ買ったのはタケノコさん。ジジイ麺抜いてすぎ。あ、本当にジジイ。では2ラウンド終わったんで次のサーバー行きましょう。参加したい方はぜひ次のサーバー参加してください。昨日のタグ本当にありがとう。まあ正直な、1試合だけ良かったけどそのタグダグダやったからなんか申し訳ないなと思ったけどありがてえ。麺類飽きるんだ。俺は割とずっといけるけどね。まあけどそのずっと同じ種類を食べるのは厳しいけど、そのラーメン、うどんとか麺類をなんかいろいろ回していけば割と結構普通に何でもずっと食べれそうな感じするけどね。ジジイ、牛丼ゆっくり食べるのに次の次参加します。オッケーオッケー。本日さんオッケーオッケー。あと2サーバーぐらい行きますね。あと2サーバーやったら一旦配信終わるんでごめんね。で、また、4時か5時ぐらいからやろうかなと思います。では、入りたい方は僕のパーティーに参加してください。さっきのサーバーにいた方は一回休みでよろしくお願いします。必ず2連続の参加はなしでよろしくお願いします。では、どうぞ、参加です。ぜひ。インスタ招待、オッケーオッケー。招待はね、皆さん送らんようにしてくださいね。2回ソロスクしたら同じ時間帯の時60人やった時に30人の時やった？いや、けど絶対人の減りは早いと思うね。まずその建築できる勢が帰っていて調整のためにソロスク行ってる人もおるやろうからね。フレンド送りは即興系。フレンド送っていただいて送った ID を教えてくれたら全然 OK やすんで ID を教えてくださいね。キャビア食べた夢が現実になったのはキャビアか。キャビアなぁ。イクラみたい、なんか塩辛いイクラとか聞いたけどね。イラソーさん、いらっしゃい。こんにちは。来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。状態はね、皆さん送らないようにしてくださいね。あと一人入れますよ。あと一人参加できますよ。アリーナ、あと人は書いてますよ。よかったら参加しやすいね。クール街です。オーシャットも切ってから参加しやすいね。クール街さん、オッケー。クール街いいな、名前いいですね。今のとこはまだないかな。 ID しっかりと正しい ID 送ってくださいね。大文字の CCC- 大文字の P 小文字の OLS ですねに送っていただいてくださいね。 C
CC 時間は経っても3日はダメですか、2連続みんなソロ汗よういうことかわからないけど、2連続の参加は、クリエイティブの参加型は2連続の参加なしでやってるん で、 アリーナのポイントです。2連続の参加はなしでよろしくお願いしま す、 ちゃなしす。ジェリーさんいらっしゃい、こんにちは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。ソロスクタワー行くとみんなソロ、あータワーがやばCC タワー最近ねやったんですよ。タワー最近あれディオスクを回しとってタワーをやってたんですけど、まあまあね楽しかったまあまあ楽しかったからタワー好きになっていたかもしれん。アリーナポイント今4000ぐらいですね。ホイシャットなしですよ。初見さんいらっしゃい、こんにちは。今エンドゾーンっていう終盤の練習マップをやってますね。終盤の練習をクリエイティブで作ってるんで、終盤の練習をみんなでしようっていう参加型やってますよ。ヨロナオさんいらっしゃい、こんにちは。よかったらヨロナオさん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとブレスさん準備 OK 押してくださいね。入ったら、早めに準備 OK は押すようによろしくお願いします。あとボイシャットとカスタマチキーも先に切ってから参加してくださいね。ブレスさんも準備 OK 押してくださいね。ピザ食べるのはいいけど準備 OK は早めに押しといてね。トリプル C2 人いる。アップルさんとブレスさん両方強いからな。いやーけどモチベが上がっててよかった、本当にトリプル C メンバーみんなモチベなかったからな。どうしようかと思ってた、本当。次は21キルします。どうでもいいけど、ワイルドデュオソロデュオで21キル。おおすごいな。ワイルドウエストがどんなか分からんけど、昔のあれか、昔のアイテムが出てくるって感じかな。もっとキル集出してください。キル集出したいけどね、ただネタがそんな簡単にできんからな。21キル、ウエストさんの20キル超えていく。20キル超えたらやばいよ。このサーバーで勝った人は重さすぎる。まあ気持ちわかるね。オイシャットは切ってね。オイシャットついてる方わかったら教えてね。オイシャットついてる方の ID がわかれば教えてくださいね。では島に入っていただいて、よいしょ。明けの子さんアリーナでさっき見た。キル数21ってよく聞く。竹の子さんアリーナでさっき見たが、キル数21ってよく聞くな。20いったよ。ブレスさんは 2ラウンド合計20キルですね。10キル10キルの20じゃなかったかな。それが僕の配信歴で最高最高キル数だね。昔ね、そうそうそう、ブレスさんが20いってますよ。俺の配信の最高キル数や。クリック長押しで打てる武器が出ないんですね。クリック長押しで打てる武器、フロートじゃないんかな。では行きましょう。2ラウンド行きますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。見た感じスクリームやっているのか。この動画に高評価とチャンネル登録すれば入れるの。高評価とチャンネル登録すれば入れるの。概要欄載ってあるかな。説明とか概要欄書いてますよ。概要、この動画の説明欄に参加の方法とか書いてあるんで、よければ見てくださいね。まだだったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。書いてますよ動画に。何時までやるんですか。何時までちょっと短めにしますね。ちょっと短めにしてご飯食べて、またやるんで、よかったらまた夕方からやるんで、よかったら遊びに来てね。アサルトとかサブマシンガンとか出なくて、ショットガンとかリボルバーが出ますね。カード戻ったのか。カード戻ったのか。ターボはね、戻ったよ。マジでありがたい。ターボ戻りましたよ。アップルさんチート。アップルさんチート。アップルさんえぐいからな。トリプル C に入れる気がしない。まあ今ちょっと基準高く取ってるからね。簡単には入れんな。この人の動画初めて見たじゃん。全俺がクリアで遊んでた時この人がいたような。死んだわら。クリエイティブで遊んでた。見たけど。あ、島はよく作ってるんで、よかったら島、作ってる島使ってみてくださいね。ぜひ崩壊してる島いっぱいあるんで、よかったら遊んでみてね。あの弟さんじゃないけど、なんで最善やつ言っていいと思います。危な。
ミニガンキモい。ちょっと待ってね。弟小5なんだけど、一人でサイゼリア行っていいと思います。難しいな、サイゼか。サイゼ場所にもよるけどね。場所にもよるけど、一人はちょっと危ないかな。お兄ちゃんさんかな。完全不定期さんがお兄ちゃんだったら、あれついて行ってあげるのはいいんじゃないかな。ちょっと怖いよね。ミニガンキモい。あ、誹謗中傷やめてくださいね。次はタイムアウトにしますんで。ですよね。ですよ、俺はちょっと怖いね。俺はちょっと怖いね。何円使うか分からんからね。続いていきますわ。続いて、ああ、優しい。いいお兄ちゃんや。いってらっしゃい。ミニガン当てたの俺です、ハート。ミニガン当てたの、那須さんなのはね、分かった。その後近距離戦になったから分かった。なんとなく、スキンで、那須さんかーって思ったもん。ミニガンキモいならミニガン使われても勝てるぐらい成長すればいい話では。突き上げる。アップル倒した。アップルさん倒した。ナイス。アップルさん前からね。ミニガン前が強いイメージあったけど、最近は弱いイメージがある。そしたら200がアップルさんに一気に削られた。ミニガンターゴがおったから、ちゃんとしてれば当たらんから、アップルさんってつけよ。マックの名前出なくなったんですけど、どうやって出すんですか。ポルスさん追いかけてたら倒された。いやー、ブレスさんいぐ。それはワイ君さんいらっしゃい、こんちゃ。俺はコンバットとかポンプだったらポンプかな。えぐ。ブレスさんミニガン一丁なのか。コンバットの方が安定はするかなと思いますね。ただ今の環境戻ったんで、またポンプ強くなるんじゃないかな。前環境というか、昨日までのターボ建築弱体化の状態だったらポンプ弱かったからな。直樹さんを僕とかされたらなんかなえる。それは間違いないね。それは間違いない。バトロワなんだから、対面正面張って戦ってることなんてまずないからね。ルラさんいらっしゃい、こんちは。マップの名前が出なくなったんですけど、それはね、バグですね。もう、なるのを待つしかないかな。俺もなりますよ。ウルスさん追いかけてたら倒された。追いかけられとったんか。ジジー、勝ったのはトリプル C、ウエレスさん、ジジー。いやー、さすが。さすがやー、ジジー。ターボ戻ったけどミニガンは、そう、貫通しますよ。ミニガンは貫通するね。ジジー、ポルス。まあ、貫通するっていうか、その、あれですね。コメントをスキップ。同じところに建築を建つのが遅くなったんで、環境いいかなって思ってます。いやー、すごいいいと思いますよ。レプさんいらっしゃい、こんにちは。今の環境結構良いかなと思います。感覚は結構いいと思いますよ、このサーバー。このサーバーじゃなくて、この状態はね。コメントをスキップします。強っ。 GG 強かったな、今の。 GG ホットスポットのミッションどうすんだよ。ホットスポットのミッション、なんやろ。ホットスポットのミッション、アップルさんチーター。なんやろな、俺ミッションとか全然やってないからな。そうですか、ありがとうございます。また残ってる。これなんだろうな。戻った。嬉しすぎ。あとビジョンっていう800円エモート買った方がいいと思います。ビジョンっていう800円エモート。俺エモートまだ見てないな。ビジョンっていうエモートどんなんだっけ。ただいま。エモートじゃない。あれだ、ツルハシだ。ビジョンはツルハシじゃないんですか。スラッシュやね、ピジョンって。マップで名前出ないから、ノットスポットのミッションで禁。あ、マップに名前が出、あ、そういうことね。名前出るときもあるけどね。わら。ピッケル、わら。ピッケルね、ピッケルいいんじゃないかな、別に。いいんじゃないかな、思っても。今、ブレストさん使ってたやつ。いいと思いますよ、俺は。
買います。わら。購入。危な。危な。私はサブアカインフィニットダブ買いました。サブアカインフィニットダブ買った。インフィニットダブはいいと思うよ。答えていい。チキンさんいらっしゃい。こんちゃ。危な今の。いや、電池ないからまだできないと後でやろうかな。電池ないから後、あ、全然いいですよ。まああとちょっとで一旦終わっちゃうけど、全然配信自体は夕方とか夜もやるんで。SMG の関係は別にいいと思うんですが、ミニガンどう調整するんですかね。わざわざ関係ないのにごめんなさい。 M アンダーバー、まだいい。 SMG の貫通はね、ミニガンだけ良くないよね。ミニガンだけ良くないよな。ご飯、戦争から帰ってきました。まだやってないね。ミニガンだけちょっと良くないよね。いや固まる。ミニガン消せばいい。固まるなこれ。 R さんありがとう。いやーやられた。ターボ建築直ったから嬉しいね。 R さん200円ナイスパー、ありがとうございます。ありがとう R さん、ナイスパー、ありがてー。ナイスパー。初見です。ポルスさんの初見さんいらっしゃい。こんにちは。ポルスさんのオークストーンの、いやこちらこそ動画見てくれてありがとうございます。マルコメさんいらっしゃい。こんにちは。来てくれてありがとうございます。さあ残り3名、ルカさんに視点変わって、ありがとうね。アルさんありがとうございます。こっちも嬉しいよ。タワー建築が直って嬉しい人の方が絶対多いからね。ありがとうございます。200円ナイスパーいただいた。ミニガンは撃てる弾数50発。ミニガンは撃てる弾50発、オーバーヒート延長、反動の軽減でちょうどいい。まあそれぐらいでいいよね。確かに。確かにな、撃てる数とかでもいいかもしれませんね。今ちょっとな、強いよね。あと威力減衰と集団率も結構強いんで、今のミニガンは意外と中距離とかも結構当たるし、ダメージもかなり削れるんで。ミニガンだけですね。ナイスパーありがとうね。ナイスポルスパーいただきました。前みたいにトリオとかデュオで使ってるミニガンが好きだったね。そうそう、先日の1個じゃなったらいいんだけどね。ミニガンはただ今のミニガンはもう誰もが持つからね。それぐらい強いからな。壁取りランダムだって。そうそうそう、壁の張り替えはランダムになってるんで、回線勝負ではないですね。そこがいいよね。集団率減少、あーそうそうそう、集団率減少ね。集団率がな今いいんですよね。めっちゃ武器スキンはな俺バラバラですよ。なんか一個一個違う。全ての武器に対してスキンが全部違うから。どれがどれとかちょっとわからんな。ミニガン消えそう。正直消えてもおかしくないぐらいな感じするよね、ミニガンに関しては。根元壊しありですよ。全然根元壊しても全然いいですよ。初めからここの調節にね、それは思ったね。これができるんだったらこれが一番いいのにね。初めからこれでよかったのにね。あーさんいらっしゃい。こんにちは。いやー本当にごもっともよ。それは思ったな。ナイス。強いけどぶっ壊れじゃない気がする。俺の修正。ミニガンどうだろうな。俺昨日のアリ、まあ、昨日の状態からあれっていうのもあれやけど。昨日のアリーナミニガン一丁で、なんかすげえ簡単に終わったからな。ナイス !GG! 最後まで相手を見てたのはルカさんでしたね。GG! プロ回線じゃない自分たちにはかなり、そう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 、回線弱者に関してはすごい楽になりますね。勝ったのはルカさん。では、2ラウンド終わったんで、次のサーバー行きましょう。ルカさん最後冷静やったね。ナイスよ。GG!
入りたい方はぜひ次のサーバーに参加してください。さっきのサーバーにいた方は1回休みでよろしくお願いします。今から入れる方は1回休んだ方か1回も参加してない方のみの参加で、2連続の参加だけはねなしでよろしくお願いします。回線だけもさん、いやまあ回線もさんは別にまだまだ強い部分はもちろんあるからね、まだまだ強い部分もちろんあるからなんとも言えん。ああまた見せた。では、入りたい方は奥のパーティーに参加してください。常時ピング25ぐらいある回線弱者。25はまあやっぱりちょっと重たく感じるんかな、どうなんやろ。25は俺のまあ平均ちょい楽ぐらいかな、どうやろう。ではどうぞ参加です。ぜひボルスさん体力1にしたのか、まあ、よかったよとにかくタオ建築戻ってきてよかったよ、マジでよかった。体力1にした夏さんが。それよりも一番の問題点トラップだろ。ああ、俺はもうダメージ昔の7号でいいわ。普通にやれたね確か。どうやられたかったか忘れたけど、なんか普通にやられた感じがあるわ。さっきのラウンドは一番問題点はトラップだろ。昔の75トラップはちょっと強いよね。まだ100か75でいいよね、それは思うな正直ね。ボルスさん、ピング25とか引きすぎて羨ましい。まあね、25はどうなるんだろうね。AR で やっぱりピングが低ければ低い方がいいからな。ポテトサラダさん、いらっしゃい、こんにちは、次参加です。ただごめんね、このマッチで申し訳ない、2時になったら一旦配信終わるんで、ごめんね、このサーバーで終わっちゃうんで、よければまた次の配信遊びに来ていただけたら。一旦ご飯食べてまた戻ってくるんで、よかったら次の配信遊びに来てくださいね。ごめんね、ポテトサラダさん、今来てくれて申し訳ない。エアル削ったの？あ、固まってた時にエアル打たれてたやつ、あれがナツさんか。あれもうね俺どうしようもないからね、ごめんね、ポテトサラダさん、ごめんね、またお時間あったら遊びに来てね。では、ラスト行きましょう。ラスト、コタさんから準備 OK 押してくださいね。コタさん、準備 OK 押してくださいね。あら、一人抜けちゃったね。あと一枠空いたんで、よかったら参加してください。あと一枠空いてますよ。あれ固まってたんだ。あれ固まってたんだ。まあね、あれは正直フレンドの量じゃないからね。あの固まるやつはフレンドの量じゃなくて、なんて言うんだろう。パーティーやつですね。パーティーオーナーが作ってるクリエイティブサーバーからパーティーやつされると固まるっていう状態が起こるんで、まあ、どうしようもない。どうしようもないよね、あれ。正直ね。もうこの仕様は正直どうしようもない感じがする。ロングラルさん、いらっしゃい、こんにちは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、こんちゃんちゃん。あと UK コトさん、まだ準備 OK 押さない場合は、キックして違う方入れますんで、チャンネル登録、ありがとう。ポテトサラダさん、ありがとうございます。ぜひまたお時間あったら遊びに来てくださいね。カスタムは難しい、やっとタブもらったね。アラポンさん、いらっしゃい、こんちゃん、やっとタブもらったね。あと10秒ぐらい待ちますけど、それでも準備 OK 押さない場合は、キックして違う方入れますんで、早めに入ったら準備 OK をしてくださいね。では行きましょう。ターボ戻りましたよ。エラさん、いらっしゃい、こんちゃん。多分戻ったというか、その、まあ戻ったのと戻ってないのと半々ですね。半々なのはすごいいいこと、俺はいいことだと思うな。また間違えた、わら。ダーウィンさんから DM 来て返信しようと思ったら名前3回も間違えて、また間違えた。ザーフィーさんになってるね。ザーフィーさんじゃなくて、ザーフィーさんになってる。チャンネル登録高評価お願いします。いやー、ボンジンさんも絶対勧誘されるでしょ、そんだけ上手かったら。勧誘されてないんかな。やりたいです。青龍さん、いらっしゃい、こんちゃい。ごめんね、このマッチで一旦配信終わってお昼ご飯食べてくるんで、ごめんね。よければまた次の配信遊びに来てください。ご飯食べたらまた、付け直すんで、あのオープニングだよね。またよければ次の配信遊びに来てね。入れんかった方はまた次の配信遊びに来てください。トリプル C 勧誘してるんですか。俺勧誘はしたことないな。トリプル C メンバーで勧誘はまだ入れたことないですね。縦積みできるからよきね。縦積みできるからよきよ、本当に。特殊なチートがあるらしくて、キック無効とプライベート無効のチート、なんだそれ。キック無効とプライベート無効、謎やなそれ。マジか、ごめんね青龍さん、またよければ次の配信遊びに来てね。ディレクさん、いらっしゃい、こんちゃ、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。ミニガンとタクティカルサムシンガー建築貫通、まあそれは俺はいいとは思ってる。ミニガンはちょっと強いかなと思うけど、サムシンガーが貫通するに関してはすごいいいと思いますよ。サムシンガン貫通するのはすごいいいことだと思うから、俺は肯定派ですね。
貫通するには困られたらどうしようもないっていう状態があったからね、どうしても。では行きましょう、2ラウンド行きましょう。2ラウンドやったら、一旦配信終わって、また夕方かな、夕方の配信に、控えるんで、よければ遊びに来てくださいね。ピーリーバナナさんいらっしゃい、こんにちは。初見さんいらっしゃい、来てくれてありがとうございます。よかったらピーリーバナナさん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい。ショットガンカウンター、そうそうそう、ショットガンカウンター決めてもね、なんとかなるし、まあいい環境なんじゃないかなとは思いますね。個人的にはすごいいい環境になってくれるとは思う。ただまあやってみないとわからんところが多いから、ちょっとここら辺はちょっとやらんとわからんね。ミニガンだけね、ミニガンだけなんとかしてほしいってだけやない。このマッチでラストです。今来た方すみません。また夕方配信あるのでよければ来てください。いやー、ずっとヘッド狙ってたの一発しか当たらなかった。キック無視はキックされたと通知は来るけど、実際はキックされてなくて、プライベート無視はパーティーに参加した通知が来ないそうですね。パーティーに参加した通知がやば特殊すぎるな、そのチート。伊佐子さんいらっしゃい、こんちゃ、来てくれてありがとうございます。ジャンちゃん、夕方の配信ってカスタムですか？夕方はね、夜はカスタムする予定だけど、夕方はまだ大会があるんで、ソロの大会がね、あるから、それで人が来ないかなと思うんで、エンドゾーンやろうかなと思います。夕方はね。で、夜カスタムのデュオを予定しますね、カスタムデュオ。ハルさんと戦ったか。あれはちょっと厳しかったね。しゃあないよ。で、ぜひまたお時間あったら遊びに来てね。丁寧にありがとうございます。ピーピーハートキラキラ。ポリスさん、エイの見まくり絵文字。初見です。危な。初見さんいらっしゃい、こんにちは。徳永さんいらっしゃい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。よかったら徳永さん、まだだったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いらっしゃい徳永さん、いらっしゃい。クルトンさん、いらっしゃい、こんちゃ。ちょっときついなこれミニを持ってる人いたね。参加できますか？参加で、ごめんね、このマッチで一旦今日の配信終わるんで、またお昼ご飯食べたら帰ってくるんで、よかったら次の配信遊びに行ってね。お昼ご飯食べてくるんで、ごめんね、一旦これで終わりますけど、その後また付け直すんで。ジャペンさんいらっしゃい、こんにちは。始まりのトレンドで野獣人イケコット。いやー、今のボルス今のな、伊勢コット、僕はフレンドは僕から送らないんで、別に送ることはないので、皆さんからフレンド依頼送ってくださいね。ご飯食べたら、昼ご飯何かまだ決めてないけどな。やらかした。次の配信来れるか分かんないです。おー、びっくりびっくり、次の配信来れるか分かんない。オッケーオッケー、全然無理はしなくていいよ。ちょっと待ってね。お昼ご飯食べたらもう一回エンドゾーンかなと思います。トマトさんいらっしゃい、こんにちは。トマトさんいらっしゃい。痛いなぁ適当に立ち回りすぎた。
いやボルクサー選手にチャグスク投げてた。敵にチャグスク投げてたね、今。危ねえ。いやー今トラップ気づいてないのかこの人トラップ気づいてほしかった。 GG 勝ったのはアーサさん。 GG 負けたわ。 GG ポルス。ちょっと待ってね。野獣人伊勢子。 OKOK 野獣人伊勢子さん。 OKOK では2ラウンド目いきましょう。2ラウンド目いきますね。2ラウンドやったら新しいサーバーに切り替えるんで、今入れてない方は次のサーバー参加してください。気づかんかった。ちょっと待ってね。野獣人。オッケーオッケー、いただきました、ありがとうございます。オッケーオッケー。あとクールガイさんもこれですね。クールガイさんこれだ。オッケー、いただいた、ありがとうございます。他に送った方いたらアイディア教えてね。気づかんかった。いやー気づいてほしかった。今の入ってこんかなと思ってやめちゃった建築GG よいしょ。 GG 意外と分からんからな、ギョドラップって。なっちゃんおいしい、ニコニコ。なっちゃんおいしい。なっちゃんおいしいよね。なっちゃんと食うって結構戦争起きそうよね。こんにちは。こんにちは、レンさん、いらっしゃい。こんにちは、くれてありがとうございます。いらっしゃい。ジュースじゃなくて人の方ですけど。ニュースじゃなくて人の方。やばやばいな、カワヨルさん。何を一体飲んでるんや。何もできないようにする設定どうするんですか。何を飲んでるんや。ありがとうございます。いつもありがとう。いいよ、こちらこそ今日持ってくれてありがとうね。何もできないようにする設定。何もできないようにする設定がちょっとわからんけど、装置でありますよ。あれは武器撃てなくするやつは装置ですね。血だよ。おやばい、逃げる血だよ、やば怖いなぁ。早り飲んでください。いやーまたダメかこればっかりはしゃあないなぁ。さあ残り11名。アケノコさんはあれなんだよね、コンマと思って言ってますね。ミニポロッコミニポロッコ、俺回復いっぱい持ってたからな。元に戻ればすげえ色々落ちてるけど。残り9名。お凡人さんを倒してますね。ナイス。あ、惜しい。今の今の打てそうやったけど打たなかったな。さあ張り替え、やばい、これ竹野さんやばいぞこれ。いやー痛ぇ恩人さんが一番早いぐらいか。銃が打てなくなる設定。いや設定じゃないですよ、あれは設定ではなくて機能ですよ。あれ装置ですね。仕掛けにやりますよ。人肉もおかずとしていた、やばやばいな。やめようかな。カズさんいらっしゃい、こんにちは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい、カズさんいらっしゃい。やめようかな竹野さんまた泣いてる、また泣き。いやけどあれはちょっとな、開けたとこに言い過ぎた感じあるけどね、正直裂け目とか以前にちょっとなかなか危険なとこやったけどね場所はね、いた場所が。さあ攻める、ナイス、うまい、張り替えて、やばい、ナイスナイスナイス。伊勢子さんやられた。ガラスの裂け目で泣いました、落ちます。ガラスの裂け目で泣いました落ちます。オッケーオッケー、またお時間あったら遊びに行ってください。
まあガラクタの裂け目対策でいろいろ出てきてるからね、今防御系のアイテムが今出てきてるから、まあワンチャンね、ワンチャンあるかもしれんよ。まあ、いやー今の綺麗に編集したけど相手と被りましたね。ナイス、白ダメ殴って、いやーここは朝さんが落としていく。残り1殴り残り1殴りやった。残り1-1か、1-1ですね。さあガラクタの裂け目1個持ってるから相手小森は許さないね。これはそれはし恩人さん、あと筋力は1足りなかった。あと1回振る筋力が足りなかった。さあ投げるか、来た、どこに投げるんだろう。次の A まで待ってもいいかもしれないけど、投げて、さあ朝さんが当たるぞこれ、あらあらー GG、 勝ったのはクレヨンさん GG、 ナイス。いやーガラクタの先目、まあなちょっと高かったからね、リッチがちょっと高かったから、ガラクタの裂け目出てすぐにあれやったね、当たったな GG。 では、2ラウンド終わったんで一旦これで配信終わりますね。またよければ次の配信遊びに来てください。まあとソロの公式大会出る方は頑張ってね。ではお疲れ様でした。バイバイ。それでは皆さんまたね、ありがとうございました。帰ってきま